産業業界ではインダストリー 4.0 がキーワードとなって、 FA 機器がネットワークにつながり、リアルタイムにあらゆるデータが行き来することが重要となります。 FA 機器のネットワーク化という要求に対して、 AC サーボ、ミナス、A6 シリーズの性能をベースに超高速通信、リアルタイム、エクスプレス、アルテクスを搭載したネットワークアンプ、ミナス、A6Nが開発されました。モータの出力は 50W から最大に 12kW、 欧州セーフティ規格 STO フルクローズに対応。リニアモータや DD モータにも対応できるアンプもラインアップしています。ミナス A6N は加工機、ロボット、ガントリーなど様々な用途で活躍しています。性能では最小通信周期が 0.0625ms、市販の LAN ケーブルが使え、ノード間の長さは最長で 100m、 最大32軸までが接続可能です。高速通信アルテクスは動作中のパラメータを上位コントローラーから変更することが可能で、設備状態に合わせた最適な制御が可能となります。また位置や速度やトルクなどデータをアルテクスを経由してモニタすることで、設備のトラブルや運転状態の把握にも使えます。一方でアプソリュートシステムの構築も簡単で、位置回転データと多回転データの処理をサーボアンプが行い、上位の演算力を軽減できます。位置制御モードにサイクリック位置制御 CP、 速度制御モードでサイクリック速度制御 CV、 トルク制御モードでサイクリックトルク制御 CT の他に、プロファイル位置制御 PT モードも対応、上位の演算力を軽減します。パルス指令タイプと比べ、 A6N の最大指令入力は 4GBps と、指令がスムーズなため滑らかな運転ができます。オリジナル通信 IC で上位コントローラーと核軸の同期性が確保できます。エラー履歴の参照機能もあります。高い対ノイズ性を持っており、独自のエラーコレクション機能により、ノイズで壊れたデータを修復し、対ノイズ性は 2.5kV 以上です。速度応答周波数を大幅に改善するため、電流制御部分のソフトウェアや回路を最適化しています。さらに新たなアルゴリズムにより、機器の摩擦や設備から発生する振動などの外乱を低減し、高精度な位置決めも実現することができました。シマが発生しやすい加工でも光沢がアップします。負荷変動抑制機能はワークの負荷変動が発生する設備に最適です。ゲインとイナーシャをリアルタイムで調整し、機器を安定して動作できます。動作反転の摩擦影響を低減する衝弦突起抑制機能も搭載しており、曲面動作時の衝弦突起の抑制が可能です。またアンプの機能の一つに劣化診断機能を搭載しています。あらかじめ設定した条件に対して、動作時の波形が規格を超える場合にエラー信号を発生させることで、機構部品の劣化を判定し上位へフィードバックできます。モータに関しては、装置の小型化要求に対して革新的な要素技術を採用し、モータの小型化、堅牢性を実現しました。また過酷な環境下でも使用可能な保護リップ付きオイルシールもラインアップしています。性能面では、400W 以下のモータの最大回転速度6500回転/分まで向上させ、高速運転が可能です。また 750W 以下の瞬時最大トルクは低角トルクの 350% まで出力できます。新たなラインアップとして、バッテリーレスアブソリュートエンコーダー搭載モータを開発しました。バッテリーレスアブソリュートエンコーダーは、エンコーダに内蔵された発電素子により、停電時でも回転データの記憶が可能になります。バッテリーの取り替えが不要なため、設備のメンテナンスフリーに貢献し、
バッテリー廃棄もなくなるため、自然環境にも貢献することができます。また、加工機業界向けに、低速大トルク MGMF シリーズをラインアップしています。ローターイナー車が大きく、低速時の速度脈動を低減できるため、加工精度向上が可能となります。出力は 850W から 4.4kW をラインアップしています。さらに、フラット形状の MQMF シリーズもラインアップしています。アルテクス搭載、ネットワークアンプ A6N シリーズがラインアップ。業界が求めるサーボモーターサーボアンプです。Panasonic Industry